暑いんでしょまだ暑い。ね<や>るこさん、どうですか。暑いんですか。そっちは涼しいんですか。なんか暑くなったり、涼しくなったり、繰り返しなんですけど。うん、今日は、まあ、普通、普通ですね。めっちゃそんな暑くはない。普通だと思います。はい、あのー、最初の話に戻りますけど。はい、ボイラーが壊れたんですよね。はい、壊れました。壊れたというか、なんか、なんか調子が、うん、その完全に壊れたわけじゃない。まだ使えるけど、はい、なんか。 変だよねみたいなシャワーはね、いや、でもシャワーはできたんです。あ,あの、ね、音が、そのボイラーが古くして、<ー>なんかボイラーをオンにした時のなんか音が、変な音が。あ なんかちょっとでも本当に響くというかうるさい音が聞こえるようになってしまって。ああまあ壊れちゃうんですよね。そうですね。本当に古いんですよ。であのまあ来てもらって何とかしてその専門家の専門家ってあれだけどしてくれた方はですねこう言いました。あともう1年くらいはいけるでしょうと言ってくれましたね。はい。だからあともう1年は頑張ります。え、そんな感じなんですね。 はい、あのね、この家、もう。壊れるまで、もう、ね。はいはい、壊れるまで行きますよ。もう高いもんだって。<laughs> はいはい、危なくはないんですかその。はい、だ多分大丈夫です。点検してくれて、<ー>そ,うそういう、あの、なんですかね、はい点検しましたっていう証明書もいただいたので、あの、それは大丈夫なはずです。危険はないんですね。その爆発するとか。危険はない ないない、いや、それはないはずです。<laughs> はい。大丈夫、大丈夫だから。あと1年。この冬、はい、この冬を起こします。まあ、冬の途中で壊れたら大変ですからね。そうですよね。うん。はい。そんな感じで。シャワー大丈夫でしたから。シャワーね。シャワー大事ですからね。はい、まあ、あのそうです、ね、夏だったらね、水でもまあ。 いやいやあ寒い寒いそこは寒いですよねそう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 本当にお湯がないとね困りますけどねえもし冬にボイラー壊れたらどうするんですかケトルでどうしますよねいやいや友達の家に行くかなああ、そうですよね近所近所の人のケトルを集めてああ、そうかお湯を作ってはい多分イギリスではあの 一つの家に二つ以上はケトルがあるはずなんで。本当にうち一個しかないけど。あ、そうですか僕のあの、北イングランドセンスさんは、北イングランドセンスさんは必ず、いや、必ずスペアケトルはいつもある。そうなんだ。だから一つが壊れたら、すぐにもう一つを出して、そしたら新しいのをまた注文する。その、必ずスペアがある。ここまではい。いや、私は壊れたら、 注文しますね。彼はもう本当にそういう、いや、あの、一番最初にケトル、ケトルが一番大事。そして必ずスペアケトル。そんな人いますよね。だって、ティーが飲めなかったらもう、あの、もう、すぐ病気になるらしい。そんな人いますね。イギリスの方、そうそう命。彼のお父さんは、お父さんはいつでも、あの、ティーを飲んでて、紅茶をね、いつでも、夜も。 晩御飯と <laughs> <か>はい、いつも食事中にティーをいるいるでもそんな方いますよ、うん、いますよねそういう人そうそうスポーツをした後もすぐ温かい紅茶、うん、そうそう,そうえー、このタイミングでお,お茶みたいなねもちろんもちろんある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 あい。ある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 あミルクある 違う。多分。多分ね。多分、そうでミルク入れない。ストレートは珍しいですよね。珍しいよね、家でしょ。はい。ミルクか、まあ、ミルクとちょっと砂糖とか、なんか入れますよね。うん。ちょっと、ちょっとだけでいいんですよね、ミルク。ちょっとでいいんですよ。うん。ま、全く入れない人は珍しいんじゃないかな。うん。入れるれ大体入れると思う。はい。ね面白いね。 そうそうまあ、ケトルじゃないと友達の家でよ、はい、シャワー見て、ね、そう,そう,そうまあ、正直、うん、なんとか、1日ぐらい入らなくてもなんとかなるね冬だったらね。どう思いますか、テペさん。それはもちろん毎日入りたいよ。入りたいけど、<ー>もしそんな緊急事態で。 緊急事態で、一日入らなくても、まあなんか生きていけるかな。まあ一、ねまあ、日は大丈夫ですよね。一日は。夏ね。日本の夏だったら困るけどね。あ夏は絶無理です、ね。私もちょっとね、二日ちょっと嫌ですね、やっぱり、ね。は<ー>りい,、ねいや。夏は無理でしょ。う。一日でも。そうそうそう。無理無理。私も嫌です。うん、はい。もうそしたらもうジムに入りますよね。はあははは。そうそうそう。私も旦那さんと話しました。そうなった時のね、手段、ねはい。ジムに、ジムにすよね。 あるあるある、うんうん。行きたくないな、でも、ジムに。まあね、ジムに行ってシャワーだけ浴びて。うんうん、まあでもついでに、そう,そうそうそう。ついでに運動しますね、たぶんね。ね、たぶんね。ヘトヘトになって家に帰ってきてそうかな。え、ててん、最近運動してるんですか全然、うん。私も全然ですね。はい、全然。<laughs> 全然しなくなった。 今日した運動って箸持ったぐらいじゃないですかね。それ運動なんですものすごい、実は、実は重たい、特別な箸を使ってる。いや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 、そんなドラゴンボールみたいなことはしないです。重たい服着たりとか。そうそうそう、指先鍛えるために。そういう人いますよね。なんか、重たい、あの、なんか。あるあるあるよね。なんか、わだと、なんか重さをね。そうそう、腕になんか。そうそう。足首とか。 見たことある、見たことある。それでそんなドラゴンボールみたいなことはします。運動、運動はね、ほんと階段を上がるぐらいですね。ほんとに。で、せっぺいさんちの階段は長いんですかいやいやいや、まあ普通ですけど、でもやっぱり行ったり来たりすると運動になりますよね。もちろんね。はい。だから、いわゆるマンション、そのアパート。はい。アパートに住むと、多分、 運動が少なくなりますよね。家、家の方が運動になりますよね。なるかさんの家ですね、そこ。家ですね。ま確かに行ったり来たりね、ったり来たりして上がって。そうそうそう。やってますね。紅茶持って上がって、トイレに降りて。そうそうそう。なるほど、その通りですね。紅茶持って上がるのは結構バランスも必要だしね。そうですね。 今日やばいかもしれません。私腰が痛いから。あ、そうだ。<laughs> 持って上がれるかなじゃはちょっと旦那さんに頼もうかな。ててそんなに痛いんですか痛い、痛いですよ。薬乗ったもん。今朝あ本当ですか、うん、心配ですね。あの病院には行かないんですかいや、行かない、行かないです。これはあのな何日か本当に安静にしておけば大丈夫だと思います。時間が、薬、本当本当。まあまあ、よく あることそうです。はいはい。まあでも声、声だけ聞くとね、まあね、そうなんですよ。声は元気なんですよ、ほんうに。元気元気、頭は元気なので、ほんだけと、ちょっとね、不足。あそうですね。あら、踏んだり蹴ったり、本当に。踏んだり蹴ったりね、本当にね。ああ、いやいや、大変なんですよね。本当に。そうそうそう。 いやこの電話の手続きとかこうかけたりするのも本当にめんどくさい。<の>なぜなら多分あるあるで分かると思うけど、じゃあ何時頃に来るねって言ってその時間に絶対来ないじゃないですか。そうですよね、うん。だって昨日もそのボイラーのね、おじさんたちは、うん、あの40分遅れてきました。だったらてっぺ平さんと話せたなと思ったぐらいですけど。ああ、そうね。そうでしたよね。ああ本当にね。まあそんなのは当然ですよね、ここではね。絶対その通り来ないですからね。紅茶を飲んでたんですよ。 朝、パブで。パブで飲んでるのパブは開いてないと思うけど、家でゆっくりね、朝ごはん食べてたんでしょう、たぶん。たぶん、ちょっとぐらい。そうそう、ニュースを見ながら。そうね。そんなもんですよね。はい。まあ、時間のね、そういうのね。ありますよね。困りますよね。困りますよ。 ねえ日本に帰ってきてそういうストレスはなくなったな、やっぱり。確かにね。はい、日本で私そんなストレス感じたことないです。配達でもあの選べるんですよね、時間がね。そうですよね。2時間でね、二時間。ちゃんとその時に来てくれますからね。ねまあ、なんかちょっと遅れたら、あの電話をする場所もあるし、はい。なんか電話をする場所があるんですよ。そしてそこがつながるんですね。うん、素晴らしい。例えば僕が 2>, 2時から4時までの間に、うん、あの配達を頼んでおいてでも5時になっても来なかったら 1>,、うん、まあ1時間以上待ってこなかったらまあ普通に何もせずに待つのが一番いいと思うんですけど、うん、ちょっとあの心配だったら電話をする場所があるんですよね。すごいよ、ね、で電話をしてそうするとあの配達ドライバーに確認してくれてい直接その人と話すこともできるし。 うん、あの、何時ぐらいに行きますっていうのをそこで聞くことができますからね。で、あ、わかりました。あ、じゃあ、えっと、はい。じゃあ、30分以内に。はい。よろしくお願いします。じゃあ、もうちょっと待ってます。みたいな。はい,はいはいはい。それとも、まあ、できなかったら、じゃあ、明日の午前中に変えてもらってもいいですかそういうことができる。うん、なるほど。うん。とにかくコミュニケーションが取れるんで、安心しますよね。でも、あの、わ、うん、かる。結構、他の国だと、あの、 電話が通じないことが多いじゃないですか。うん、そうそう。はい。そうするとちょっと心配になります。うん、そこまで細やかなサービスしてないもんね、やっぱりね。そうそう。うん、まあ、確かにこれには。そうそう。<分>まあ、これにはいいことも悪いこともあるんですけどね。うん、確かにね。いいことは、ね、その、もちろんお客さんとしてはいいんですけど、うん、悪いことで言えば、もし自分が働いてる場合、うん うん、結構大変ですよねそれは,確かには。配達をしながらいつもいつも時間を気にしてああ、あのー、30分も遅れられないみたいなね、うん、そういうス,ストレスとプレッシャーがあるでしょうねその配達の仕事の人には。うん、ちょっと心配です、うん、それは。ねまあ、いろいろある確かにね働く人は大変ですよ。そう,そうそうやっぱりお客さんにとっていいということは働く人にとってはちょっとストレスが大きすぎるかもしれないですよね。ね 頑張ってくれてるのにね。え、昨日、あの、40分遅れてきた、あの、その、ボイラーの人ラーのに、あの、のりこさんはその人に、こんにちはって、こう、笑顔で言うんですかそれとも、遅いよ。いやいや、いや、笑顔、笑顔だ。笑顔っていうか、おはよう、おはようございます。おはようございます。はい。で、まあ、その時も、あの、仕事、まあね、あの、何かパソコンでできる仕事をしてたので、お部屋に持ってたんですけど、はいはいはい。まあ、でも、挨拶ぐらいしました。 紅茶でも飲みますか私そこまではしない。あ、その方にそうですね。言おうかなと思ったけど、言わなかった。だってさ、もうあのその時間があとすぐはレッスンが始まるところはい。まあ、なるほどですね。なるこさん、あっという間に時間になりました。本当に楽しかったです。ありがとうございました。久しぶりに話してよかった。また来週は木曜日によろしくお願いします。いと同じ時間ですね。はい。 いはい、それまでにアラームが治ってるといいけど。<laughs> そうですね。はいはい。はいはい、じゃあ、のるこさん、また今度。はい、はい、失礼しまーす、はい。はい、ありがとうございます。はい、またねー。はい。は